E プラスをご覧の皆さん、こんにちは。広岡由里子です。キラリムサンドルビッチでございます。2012年2月に本田劇場にてオリガトプラスティコボリューム5竜を撫でた男を上演いたします。はい、これはですね、福田恒有さんが、昭和27年に文学座で初演した、非常に何だろうな、説明するのが難しいお芝居ですけどね。精神病院を舞台にした恋愛劇、幻想劇、いろんな要素が入ってる変なお芝居です。変ですごくエッチなお芝居です。エッチなお芝居が好きですか？見る方が楽しみにしております。楽しみやってね、ちゃんとね。なんか言いたいことがあれば。皆さん劇場でお待ちしてます。